2015年11月30日、中国、河北省の道路で、自動車3台が宙に浮く事故が発生し、注目を集めた。中国メディアによると、現地政府が、先頃電線を修理した際、道路にワイヤーをそのまま放置。すると、ワイヤーの上を清掃車が通過し、地面のゴミを吐くローラー部分にワイヤーが絡まり、たまたまワイヤーの上を走行していた自動車3台が張ったワイヤーにより宙に浮いた。車が宙に浮き横転するという衝撃的な事故が発生したが、大きな被害は出なかったという。